せっせと会社に通うムス・ウィリアム、脇目も振らずに通うムス・ウィリアム、働き続けてもう20年、夜空に開く甘い誘惑も別の世界のことと何も知らずに歩き続ける、歩き続ける。その時悪魔が耳元で囁いた。ヘイムス・ウィリアム、目を覚ませ。この世にはうまいことがたくさんあるんだ。ムス・ウィリアム、それじゃまるで生きてるとは言えないんだぜ。初めて心のうずくムス・ウィリアム、体を風が吹き抜けるムス・ウィリアム、ふらふら夜の街をさまよう、きらめくネオン、狭い路地裏ささやきかける女、赤い花のような唇に誘う。その時悪魔が言った。ヘイムス・ウィリアム、どうだ、いい女だろう。さあ手を出せ、グズグズするな。ムス・ウィリアム、気をつけろ、罠かもしれないんだぜ。怪しいホテルへ着いたムス・ウィリアム、明日へ死につかないムス・ウィリアム、初めて得た喜びに震える。その時闇にきらめくナイフ、紐のクロンボーン、ヤニワに彼の首を切り落としてしまった。石の歩道に転がるまま悪魔は言った。へっ、やれやれ、なんてこった。ムス・ウィリアーム、まさか首思わなかったの。夜露に濡れて転がるムス・ウィリアム、真面目に働き続けるムス・ウィリアム、どこかで誰が吹くのかトロンボーン、誰も知らずに夜は更ける。生首を開いたままの目は言っていた。なぜ、なぜこんなことに、なぜ。悪魔は言った。ムス・ウィリアム、真面目すぎて気に入らなかったのさ。